レデントーレ教会はイタリアのベネツィアウッチのジュデッカ島にあるカトリックの教会である。レデントーレ教会はベネツィア共和国にも猛威を振るったペストの脅威が1576年に収束したことへの記念及び神への感謝を込め1577年より建設が始まり1599年に完成した。共和国の代表議会から任命されたアンドレア・パラディオは 当初代表議会から正方形を基本とした教会の設計を依頼されていたが最終的に振動の両サイドに礼拝堂を要する形で設計した。ジュデッカ運河に面した目立つ場所に建設されたことからパンラーディオの設計により教会正面はパンテオンを彷彿とさせるデザインや巨大な足座を使用している。またかつて教会入り口には15段の階段があった。 これは、エルサレム神殿の階段を参考にし、また、パラーディオ自身の登ることは、献身をもたらし、焦点は段階的なものであるという理念によるものである。1577年5月3日に、ベネツィア共和国のカトリック大司教、ジョバンニ・トレビサーノにより、礎石が置かれ、1592年に完成、献上された。 また当時のローマ教皇グレゴリウス13世の急な要請により、教会はカプチンフランシスコ修道会の参加となり、宅発像の総員としても使用された。かつて共和国の元首及び代表議会の議員は、毎年特別に作られた浮橋を渡って、レデントーレ教会のミサに参加していた。その名残として、現在でも毎年7月の第3日曜日に、 ベネツィアの主要な祭りの一つであるレデントーレ祭りが行われており、全夜や祭りには大規模な花火が上がり、受け橋にはレデントーレ教会に向かう行列ができる。レデントーレ教会はパラーディオが設計した建造物の中で最高傑作と言われている。巨大な白いドームを用し、教会正面は外線門を彷彿とさせるデザインとなっており、低く大きなペディメントを乗せた形となっている。 パラーディオは、幾何学を応用したデザインを得意としており、レデントーレ教会の正面も、全体の高さが、全体の幅に対して5分の4、中心部は、幅が高さの6分の5という構成比となっている。巡礼者が多く訪れる教会としての役割のため、長い振動となっているが、正方形の振動という古典的な設計を、要望されていたパラーディオにとって苦心した部分である。 最終的にドームへと続く長い振動の両側に、礼拝堂を作ることによって十字架の形状とした。また、コリント式柱を内部に連続して配置されている。また、ティントレとパオロ・ベロネーゼなどによる宗教画で装飾されている。ベネツィアの16の教会が所属するコーラスアソシエーションの一つである。ありがとうございます。